雑魚どもが。こんな肉が手に入るとはついてるぜ。よっ、フン。Found the golden wolf。ザコどもだ。絶対に勝ちます。このベジータ様とやり合えるとはなかなかだ。ザ子どもが。地球にもこんな鉱石があったのか。こんな肉が手に入るとはついてるぜ。これなら食ってやってもいいな。Oh.
パワーが湧き出してくる。月が回ってきたようだぜ。ほう、パワーが湧き出してくる。月が回ってきたようだぜ。ほう、ほう、うまそうじゃないか。ふん、これは悪くない。Wasteland. See if I can find anything. What time is it? It's 12:21.月が回ってきたようだぜ。雑魚どもが。雑魚どもが。地球にもこんな宝石があったのか。これは高値で売れそうだ。12. I just need 4 more. でかい恐竜の化石か。雑魚どもが本気で来るんだな。
このベジータ様とやり合えるとはなかなかだ。ザコどもが。ザコどもが。パワーが湧き出してくる。月が回ってきたようだぜ。うまそうじゃないか。どうじゃ？月が回ってきたようだぜ。ほう、パワーが湧き出してくる。
雑魚どもが。Let's go somewhere else. No, why not? Let's go here. Ow. ザコどもが本気で来るんだな。飛べ！まだまだ！ガリッコ砲！力を侮ったな。Just three more left to find, and then we should be set.しょぼくれた村だぜ。The first of many firsts. Goku Super. The mountains is upended when he meets a teenage girl named Bulma who searches for the Dragon Balls. After inviting Goku on her journey, after inviting Goku to join her on her journey for the Dragon Balls, Bulma releases a motorcycle from a capsule.Goku, having never seen a capsule before, is convinced Bulma must be magical. But Bulma explains to him it's just a normal piece of technology. This proves to be the only. ぼやぼやしてる暇はないな。そろそろ行きましょう、父さん。Of new sights and sounds for the young Goku.As he and Bulma begin their adventure, I got a capsule. I meant to press this button. I didn't mean to fly away. Found something. The metal?
need one more. One more, and then I should. 地球にもこんな鉱石があったのか。ふん、これは悪くない。ふん、これは悪くない。おお、うまそうじゃないか。ザコどもが。おお、悪くないリンゴだ。おお、うまそうじゃないか。絶対に勝ちます。Got it. Okay. これは悪くない。Oh. Yep. There is one. Right there. ザコどもだ。
Hit them, didn't I? Yeah, yeah, I did. Now I have to reach 45. How much of I only have one left. Thank you.
雑魚どもが。セルの野郎を見つけてもお前は手を出すな。18号たちの姿が見えん。この辺りのどこかの島に隠れているな。よかろう。聞こえるか、18号。姿を見せるんだ。見せなければ島を順に破壊する。わかった。現れんか、面倒をかけやがって。貴様はベジータ。貴様がセルか。あいつはベジータ。わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来たつもりか。倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。私をバラバラに、貴様が。あまりにバカバカしい発言に呆れるしかないな。よく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。Super Vegeta. Sasuke, この俺の力を味わってもらおうか。これから地獄を見せてやるぞ、ベジータ。そいつは楽しみだ。どうした、眠りでもしてやがるのか。どうだ、サイヤ人のサルメルは。もっと真面目にやれよ、セル。少しはやれるらしいな。本気にさせたいようだな、この私。とっくに本気だと思っていたかな。やはりこの程度か。バカな。こんなことがあってたまるか。どうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな。バカな。貴様はベジータだろ。違うのか。違うな。俺はスーパーベジータだ。とてつもなくでかい気を感じて来てみたけど、すげえ。あれが新しいベジータか。トランクスもあんなに強くなってるんだろうか。悟空とご飯は来てないみたいだな。人造人間たちだ。こんなところにいたのか。セルもベジータもトランクスも気づいてないのか。10メートル以内に近づかないとコントローラーは効果がないんだよな。よし。どうやら本当に目いっぱいパワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって。うわー、ちくしょう、ちくしょう。完全体に、
完全体になれさえすれば。ほう、貴様が完全体になりさえすればこの俺には負けんというのか。その通りだ。絶対に負けません。よし、10メートル以内、このコントローラーで18号をストップさせても破壊しなきゃセルに吸収されてしまう。チャンスは今しかないんだ。じゃあね。can't. お前は。あれはまさか緊急停止コントローラー。ブルマさん、ごめん。え、うまく逃げるんだ。絶対セルに吸収されないでくれ、頼む。なぜだ、なぜそいつを壊した。チャンスだったはずだろ。それは私が完全体になりさえすれば、パワー、スピード、技、頭脳、精神力、全てにおいて完全な存在になる。コンピューターはそう答えたんだ。あれほど歴然たる差があっても完全体にさえなればこの俺に勝てるというのか。何度同じことを言わせるつもりだ。貴様となら間違いなく勝てるぞ。そう。父さん、まさか。お前たちサイヤ人は根っからの戦闘民族だ。戦ってみたいだろう。完全体になった私と。いいだろう、貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい。行け父さん。父さんは逃がしてもこの俺は逃がさんぞ。おい、ベジータ、こいつは何とかしてくれよ。18号、あんなところに隠れていやがったのか。おい、セルに見つかったぞ。しまった。完全体にはさせんぞ。邪魔はさせんぞ、トランクス。おのれ。ついに完全体になる時が来た。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。ふん、情けないやつめ。セルがどう強くなるのか見たいと思わんのか。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。というけん。しまった。目が。やめろ。18号。くそ。いよいよ完全体に変身か。今度こそがっかりさせるなよ。Perfect cell.
して来やがりか。ついにセルは18号を吸収して完全体へとなった。18号を吸収され、クリリンは怒りの拳をセルに向けるが、圧倒的な力で返り討ちにあってしまう。トランクスが預かっていた仙図で一命を取り留めたクリリンは、完全体となったセルの強さに驚愕していた。完全体との戦いを望んでいたベジータは不敵な笑みを浮かべ、セルを挑発する。落ち着きを取り戻したセルは挑発を冷静に受け止め、ベジータとの戦いの幕を開けようとするのであった。進化は究極へ、全てを圧倒する完全体。君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。どうやら思った通り、完全体になっても大したことはなさそうだな。そうかね。こういうのはどうだ。やめるな。やめるな。はっ。やりすぎてしまったか。押さえたつもりだったが。デラスコーン虫だけ。これがスーパーベジータか。すぐに終わらせてやる。さすがベジータ、今の攻撃はなかなか良かった。どうするんだ、さっきまでの勢いは。笑えよベジータ。おやおや、差が大きすぎて戦いがつまらないとお前が言った言葉を。おか、さてと、そろそろ殺してしまうか。何してんだトランクス、早く助けないと本当にベジータは死んじまうぞ。父さんは、俺や悟空さんに助けられることの方がセルにやられてしまうよりずっと屈辱なんです。そういう人だ。そりゃそうかもしれないけど、父さんがセルとの戦いで気を失ったら助けに入ります。しぶといな。まだかろうじて生きているようだ。今すぐ楽にしてやるぞベジータ。トランクス、お前を殺すぞセル。強気なセリフだなトランクス。クリーンさん、父さんを連れて遠くへ離れていてください。うん。
トランクスの気が極端に小さくなった。セルの気はでかいまま、やられちまったのか。大変だ。起きろベジータ。お前にもベジータにも随分失望させられた。もっと楽しめるかと期待したが、最後に質問がある。お前たちは私に乾杯したとはいえ、短時間で急激に実力をアップさせてきた。時間があればさらなるアップも可能か？Are you telling me we don't get to play as Trunks, Super Trunks? Man. やってみなけりゃわからん。だが、なぜそんなことを聞く？可能性がないわけでもないか。次の質問だ。孫悟空は何をしている？なぜここに現れないのだ？悟空さんは貴様を倒すための修行中だ。明日には戦いに現れる。悟空さんなら必ず願いを叶えてくれるぞ。俺はそう確信している。いい答えだ。では武道大会を開いてやる。武道大会10日後の12時にしよう。大サービスだ。せいぜい強くなって楽しませてくれ。一体何のことだ？お前は知らんかもしれんが、かつて天下一武道会という大会があった。そいつを再現してやろうというのだ。ただしお前たちの相手は私一人でいい。1対1で戦い、私が勝ったら次の者がまた私と戦うのだ。何人でも構わん。場所など詳しいことは近いうちに知らせてやる。テレビ放送を通してでもな。待てセル。武道大会の目的は何だ？そして最終目的は？武道大会の目的は強さの確認と全世界を恐怖に陥れること。最終目的は特にありはしない。あえて言えば楽しむことが目的かな。一番の目的はもちろん。恐怖に怯え引きつった人間どもの顔を見ることだ。なあ。それでは楽しみにしているぞ。その後トランクスは戦図で回復したベジータとクリリンにセルが提案した武道大会のことを説明した。武道大会。俺たちを使って遊んでやがる。ちくしょう。俺、悟空さんたちが出てきたらもう一度精神と時の部屋で修行してみるつもりです。貴様もカカロットも必要ない。この俺がまたあの部屋を使えば済むことだ。Thank you.
俺も大会に出る。頼む。俺をカプセルコーポレーションに連れて行って直してくれ。いや、ふざけるな。貴様もドクターゲロの作った人造人間だ。いいよ、俺が連れてって頼んでやる。強い仲間が一人でもたくさん欲しいからな。クリリンさん、心配しなくていい。こいつは多分悪いやつじゃないと思う。セルに飲み込まれたあの二人だってそんなにひどいやつじゃなかった。お前のいた未来の悪い人造人間とは違うんだよ、次元そのものが。Krillin does make a point. Meanwhile, Goku and Gohan continued their intense training in the hyperbolic time chamber. Through his rigorous training, Gohan was finally able to achieve the Super Saiyan transformation, but his grueling quest to become stronger was far from over. Wow.おめえはオラの考えてた以上に強くなってくれたみてえだな。そうかな。僕にはよくわからないけど。だがまだまだおめえは強くなれるし、本当は今だって力出し切れてねえだけだ。そろそろ修行の仕上げに入ってみるか。仕上げ。ああ、いつもよりもっともっと本気でかかってこい。父ちゃんをぶっ倒すつもりでな。そんな、倒すのは無理だと思うけど、できるだけやってみる。おめえの力、オラに見せてみろ。うん。どうしたご飯、もっと怒ってみせろ。パワーのコントロールはバッチリみてえだな。ご飯、これならすぐにオラを超えられそうだ。どうするの？超える？
ご飯、今の感じ忘れんな。なかなか良かったぞ。は、はい。でもお父さん、スーパーサイヤ人をさらに超えるにはまだまだ時間が必要そうだね。僕はやっとスーパーサイヤ人になったばかりで、それを超えるって。それについては考えがあるんだ。わ、そのために今のオラたちがやれっことは、スーパーサイヤ人にしっかりなれるっていうことだな。スーパーサイヤ人になれる。ああ、これから寝るときイゲはいつもスーパーサイヤ人でいて、それが当たり前の状態に持っていく。まずはスーパーサイヤ人になった時の落ち着かない気分を消すことから始めんだ。その後、改めて基本的な修行からやり直す。遠回りのようだけんど、それがスーパーサイヤ人を超える一番の道だとオラ思う。Excuse me. はい。セルはトランクスに武道大会の開催を告げた後、とある荒野に自ら武舞台を作り上げた。その後テレビ局に乗り込んだセルは、全世界に向けて流した放送で地球全体を恐怖で包み込んだ。セルゲーム。セルただ一人を相手に何人でも参加可能な武道大会を9日後に開催すること。そして参加選手全員がセルに負けた場合、世界中の全ての人間を殺すとセルは宣言したのである。その宣言が冗談などではないことを証明するように、セルは町の一角をやすやすと破壊し去っていった。このセルの行いはたちまち世界中をすさまじい恐怖で覆い尽くした。平和な世の中で弱体化した軍や警察ではどうしようもない敵であることは誰の目にも明らかであった。人々は忘れていた。その昔ピッコロ大魔王と戦った小さな少年がいたことを。そして人々は知らなかった。ベジータたちサイヤ人やフリーザと戦った戦士がいたことを。孫悟空の存在を。クソ、何がセルゲームだ。まさか本当にテレビであんなことを世界中に放送するなんて思いませんでした。セルに全員負けたら世界中の全ての人間を殺すなんて。おかげで世界中が恐怖で大パニックだ。悟空さんたちはあとどれくらいで出てくるんでしょうか。丸一日までにはまだ3時間近くある。ふん、丸一日ちょうどで出てくるとは限らんぞ。焦ることはない。まだ勝負の日まで9日もあるんだ。孫たちの木だ。あいつらもう部屋から出てきたのか。
なんだと？なんでこんな早く？あれ？やっぱベジータもトランクスもいつ？セルの気も感じっから生きてる。どうなってんだいって。あ、あれはご飯か。見違えた。なんだあいつら。あれはスーパーサイヤ人か。いや、雰囲気が少し違う。ごく自然にあの状態で嫌がる。何があったんか教えてくれ。はい、実は。セルゲーム武道大会か。面白いこと考えやがったな。ミスターポポ、オラの道着捨ててねえか。ん？ ああ、捨ててない。ピッコロさん、僕も新しい服が欲しいです。ピッコロさんの服を。わかった、かっこいいやつをプレゼントしてやる。ふふ。ありがとうピッコロさん。で、どうなんだ、セルを倒す自信はあるのか。わかんねえさ。完全体ってやつになった、あいつには会ってねえからよ。これからちょっと見てくっから。That's a lot of XP.孫悟空か。ああ、そうだ。どうだ、ここが世界の運命を決めるセルゲームのリングだ。運命を決めるにしちゃせこいリングだ。そいつが完全体か。そういうことだ。試合には必ず出てやる。それまではもう誰一人殺すんじゃねえぞ。いいな、いい試合になりそうだな。あそこまで強くなっていっとかな。どうでしたか、悟空さん。正直、あそこまですごくなってっとは思わなかった。やってみなきゃわかんねえが、ま、このまんまじゃ、俺は多分勝てねえだろうな。そんな。もう一度、精神と時の部屋を使うがいい。時間はあるんだ。いや、オラとご飯はもういい。下界で修行する。9日間もありゃなんとかなるさ。なぜだ。あの部屋は生涯で2日間しか入っていられないが、お前たちならまだ丸1日は十分に入っていられるのに。
ソコンの中何もしなくても相当体にきつい。十分に休めてやった方がいい。やれやれ、さすがのカカロットさんも部屋の過酷さにとうとう音を上げたか。かもな。だがこれ以上無理に来ていてもつれえだけで修行じゃねえ。でもおめえたちがまたあの部屋に入るのに文句を言ってるわけじゃねえ。まだ鍛える余地は残ってるみてえだし。なんだと？気に入らんな。今の言い方だと貴様の方が俺より実力が上だと言っているように聞こえる。あ、ずいぶん上だと思う。何？じゃあみんな、おたげ頑張ろうな。武道大会でまた会おう。For certain, I thought Goku and Vegeta would have a stare-off or something. Hi. Budou Taikai Cell Game made a to 9日.9 days remained until the dreaded Cell Games. Despite the feeling that Cell might be stronger than him, Goku decides to take it easy and relax in the time remaining. Is that the right move, though? I mean, you gotta spend time with the family, so might as well spend it through these 9 days. 精神と時の部屋での修行を終えた悟空とご飯は疲労した体を休めるため自宅に戻った。3日休んで3日特訓、そんでもってまた3日休む、そして武道大会だ。ねえお父さん、本当にそれでいいの？セルに勝てるの？ま、いいからいいから。悟空さん、ちょっとうちさ戻ってきてくれ。ん？Uh-oh. やっぱ自分家が一番だな。悟空さん、修行さ終わったんだろ？だったらたまにはどっかにお出かけするべ。終わったわけじゃねえけど、まあいっか。なら決まりだな。せっかく悟空さんが免許も取っただし、夫に大きな車でも借りて家族3人で湖畔にでもドライブに行くだよ。そうすっか。なんか準備はいるか？持ってくお弁当作りてえから、肉と魚をいっぺー取ってきてほしいだ。肉と魚だな。任しとけ。どんくらい必要なんだ？そうだな、欲しいのは欲しいのはこれで全部だ。よろしく頼むだよ。早く材料を集めねえとな。But that'll have to be for next time. Alright, you guys, I'm gonna end it right here. I hope you all enjoyed it. Sorry if I took a long time with gathering up D battles for Vegeta. But for now, I'm probably gonna go order a pizza or something, I don't know, but if I have enough time later on, I'll probably stream this again if my friends don't want me to play Apex with them. But anyways, hope you all have a good day.
stay safe out there, because you know the virus is going around, and my city is kind of shut down, so yeah. But anyways, I'll see you guys later. Peace.